はい、坂本です。えっ、ー、と、今日のお話は、えー、ドラムをこれからやってみようかなと迷っている方、えー、もしくは昔から、なんかドラムが気になるんやけれども、やらずに来てるんよなーっていう方、えー、そういう方に向けてのお話ですけれども、ドラムって難しいのっていうお話ですね。 はい。楽器を初めて上達していくこの難易度っていうのを階段のようなイメージで表してみました。えー、こういう、これがピアノの難易度っていう階段をえ書いてみました。えー、ごく普通の階段ですよね。そして3段目のところでこう、旗みたいなのが立ってます。これが、え、やり始めて1曲目ができたよっていうのを表しています。で、えー、ピアノの場合はこう、ごく普通の階段とさせてもらって、これを基準に 話を進めていいいきたいと思いますでは続いて、サックスの階段。まあ、管楽器かな。えー、こういう階段ですね。えー、これは階段一段目高いですよね。えー、まあ、僕の個人的な、えー、体験も含むんですけれども、マウスピースがならなかったんですね。えー、サックスのマウスピース。 トランペットのワンスピース、フルートに至ってはもううんともすんとも言わないみたいな、えー、こう、管楽器って吹いたから鳴るわけではないっていうのがあるので、えー、正確にはすぐに鳴らせない人もいるです。えー、すぐに鳴らせる人もいるんです。えー、そして、えー、音階、えー、ピアノの場合は音階が順番に並んでいるので比較的覚えやすいですが、管楽器の場合は指が順番に えー、指が順番に使われているわけではないので、えー、その指使いを覚えるっていうところもあって、えー、やり始めのハードルってちょっと高いのかなっていうイメージを僕は持っています。はい。そして、えっ、ー、と、ドラムの階段がこちら。えー、階段の登り始めが緩いですよね。えー、これは太鼓って叩けば誰でも音が鳴るから。 赤ちゃんでも叩けば音が鳴ります。そして、えー、これがドラムの特権と言っていいかもしれませんが、えー、楽譜、えー、バンドスコアの、えー、特に難しいところは、場合によっては省略したりとか、えー、他のテクニックに変更して代用することも、えー、可能である場合が多いですね、えー。これを僕は7割コピーって呼んでるんですけれども、えー ま、ピアノでもサックスでも歌でもギターでも、どうって書いてあるところで、え、を弾いたら基本的には間違いとなっちゃうんですが、えっと、ドラムの場合はハイタムって書いてあるところでロータムを叩いても音楽成立することが多いです。 フロアタムって書いてるところでスネアを叩いても成立しちゃうことが多いです。で、このね、省略とか、えっ、ー、と、変更のやり方っていうのはちょっとそれなりにルールがあるので、また詳しく動画を出そうと思っているんですが、とりあえず、えっ、ー、と、7割コピーっていうことがドラムの場合は可能であると。えー、とりあえず音楽を成立させることができると。えー、今できることはやって、 で、難しいことは一旦スルーしましょうと。で、その7割コピーでたくさんの曲を練習していくっていうのが僕は、えー、最短最速で上達する方法ではないかなと思っているのでおすすめです。で、あと、えー、ドラムって手足バラバラに動かすんでしょう難しそうってよく言われます。で、これもちょっとした誤解で、 本当は手足は全くのバラバラじゃないんですね。えー、っていうお話もまた別の動画を作ろうと思っています。はい。なので、えー、今日はざっくりした説明でしたけれども、この3つの階段ですね。ドラムはやり始めは上達は進みやすいと思います。そして、えー、と曲が出来上がるまでも比較的短期間であることが多いかなと思います。 で、ちなみにこの3つの階段、えー、この階段登っていって、先はどうなってるんですかというと、 これはもうすべての楽器同じです。極めるためには果てしない階段が続いています。階段というか、もうだんだん壁になっていくし、えー、崖になっていくかもしれないし、で、えー、そういったね、上級者になってからのやり込み要素っていうのはもうこれはどの楽器も一生やっても終わらないぐらい追求できるんですよ。で、えー、まあ、今日はそういう話じゃなくて、やり始めのハードルっていうお話だったんですけれども、えー、皆さんがね、 えー、どこに目標を設定するか、えー、ゴールを設定するかにもよるんですけれども、その、えー、階段というか、えー、壁をのじ、壁をよじ登るというか、えー、ロッククライミングというか、えー、それが楽しいって思えるんだとしたら、一生の趣味に出会えたっていうことになりますよね。はい。よかったら参考にしてみてください。ありがとうございました。